今回はやっておきたい英語長文500河合塾シリーズを紹介します。最も出題頻度の高い405から6005の標準からやや難しいレベルの英文20代で構成。内容の理解を問う客観問題から和訳問題、内容説明問題まで幅広く扱うことで、 ほとんどの大学の読解問題に対応できる高度な読解力の要請を目指す説問を解く際の着眼点や考え方などをアドバイスとしてまとめているようやくつきこの本は400から605程度の長文を集めた問題集です305レベルから1500レベルまで段階的にレベルアップするための4冊のシリーズの2作目にあたり英文のレベルは 基本的には国公立受験者向けです難関次第受験者にとっては少し傾向が違ってきますが共通する部分もありますので読んでみてもいいと思います。品質テーマが網羅されるように長文が選別されているので一通りやると日本語訳も並び替えも品質パターンが確認できるようになっています。質問に関しては 内容理解を重視すする説問に変えてありますレベルの高い長文もありますが全体的には読みやすい長文が集まっています解説と問題は別冊になっており解説の内容も簡潔ですしレイアウトもよく語彙リストがついておりほぼ辞書なしで事足りますただし説問の解説には文法用語が連発しますので 一通り文法の学習は終えていないと解説がさっぱりわからないという状態に陥ると思います簡潔にまとめられているという点ではこのシリーズに勝る長文読解の問題集はありません学習を終えて過去問での実践演習に入る手前の学習や量をこなしたい人におすすめです以上興味のある方は 実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします